しばちゃん今日はマッサージしないの？肩凝ってる方いますか？あ、はい、そんなしばちゃんマッサージがうまいんですよ。そんなサービスがあるんですか？肩こりと言ったら白雪なんかすごいすでに気持ちいい、そうこれね、いけばいいんだ。じゃあここでいっか、ここ でも写真とかね、あ、撮った撮った、わー結構な感じだ、すでに気持ちいいんですが、そうですね、おー引く、なんでしょうね、魔王様が犬に肩もみをしてもらってる、不思議な光景を見ている、あ、つがせていただきます。いや、本当に上手、いいよ、うん、ね、そんなんな感じね、手掛けで撮るのでやってください、優しい、でもツイッターに写真上げた、手のひらがかわいい、みんなかわいい、ツイッターにケーキの写真あげたよ、お、え、すごい、このケーキはカルト、カルトかな、フルーツカルト的な感じ、甘すぎます、ね、あ、もう一回頭が痛くなったり、乾杯するって、あ、いる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 かもしれないです、さっきお腹にたまるからさ、後ろの方かな、後ろの方ちょっとで呼び出すね、結構力胃袋が小さい、気持ちいい、肩と首同時攻めみたいな、やばい、テクニシャンですね、あれはテクニシャン、顔がすごいんだけど気持ちよさそう、あーって顔してる、あーしてる、見すぎましょう、ちょっとセンシティブな感じに、あーんつつやめろやめろ、神田さんのチャンネルがやめろ、危ない危ない危ない、秘密表情やめろ、スクリーン表情がエーデンのか、そうですね、アウトだろ、本当にトンダさんのチャンネルで本当に気持ちいい、うん、いいな、待って待って見て、ちゃんと魔王様の指示が、すごい、ダッフルの気遣い、マッサージして、まさにこの状態です、犬の目ではない、あれは完全にマッサージ師の目をしている職人の目だ、職人の目、そうね、お仕事とか何されてるんですか、自分答えますね、なんだと思いますね、そっちが答えるやっぱ言ってる方言ってる方じゃないすごいですね、プラスすごい、仕事とか何されてるんですか、やばい人みたいになってる、インターネット関係の仕事、ネット関係の仕事、IT関係っていう時はとりあえず、あ、ほらほら、こことかどうですか、これこれこれです、これです、これこれするでしょ、あ、これこれします、そうですよね、ちょっと危ない危ない感じで、神田さん覚悟を決めた方がいい、いや、ダメダメダメ、くれ、自慢に目前にして、自慢に目前にして収益化を決める、食べたらこれはこうやってるだけでほぐれるやつ、気持ちいい、高校中にマフラーとかすると結構よく、あ、言ってたね、血行が良くすると血行が良くなって肩こりとか頭痛が改善する、へぇ、アニマルビデオの導入、アニマルビデオそうだね、まさしく、ありがとうございました。え、いいですか？いいよ。